皇帝伝説最終章のページがついに開かれる時がやってきた。勇者伝説での兜王トーナメントで優勝し、クワガタ軍との全面対決での大将戦を制したヘラクレスオキシデンタリスの次元の違う強さを目にした人々は彼を無敵の皇帝と呼んだ。誇り高き戦士たちでの兜王トーナメントで全面対決の大将戦を再び制し、2連覇を達成したオキシデンタリスの怪物的な強さを目にした人々は畏敬の念を込めてこう言った。彼はもはや神の域に達していると。しかし彼は神ではなく生身の生き物だった。2連覇達成後彼に異変が生じた。左後ろ足の麻痺、それは樹皮のリングに爪をかけることが全ての彼らにとっては致命的なことだった。だが勝ち続けることしか許されない星の元に生まれた彼は無視リンピック2005のリングに立った。そして肉体的ハンディをものともせずに兜王トーナメントでは国産兜の奇跡への挑戦を非常なまでの強さで打ち砕き3連覇を達成した。ファラはスマタラ大平、ネプチューン、コーカサス、彼の前に立った瞬間にどんな強豪も一瞬のうちにリングから消え去った。もう彼を倒せる相手は出現しないと誰もが思った。しかしグアドループからやってきた若き孤高の帝王ヘラクレス、ヘラクレスが無敵の皇帝の4連覇を阻止するために名乗りを上げた。満身創痍の老いた最強虫王は無敗のまま有終の美を飾れるのか。若き挑戦者が新虫王の座に輝くのか。それとも彼ら以外の強豪が金メダルを奪い去るのか。国の威信をかけた64匹の中から今最強虫王が生まれる。カブトクワガタムシリンピック2005。